このホバークラフトに乗ってるウッディー隊にですね、ガンダムは自分の盾で危険です、下がってくださいと言って塞ぐんですけども、ホバークラフトがこの盾をひょいとよけて前へ前進するですね。ウッディー隊、無茶です、下がってくださいって言ってるんですけども、興奮してアムロの止める声も聞こえない。まあ、聞こえてるかもわかんないんですけどもですね、無視してるんでしょうね。前半でですね、アムロに説教した伏線のやっぱ回収なんですよ。大人ぶって説教してたのに、お前が責任を持つことがないって言ったのに、 自分が言ったわけですよ。お前が先にかも。な、なのにウッディー隊は、俺たちが油断してたからっていう風に反省して、自分がやらなきゃいけないと思って。だから、本当はね、整備班、修理班なんだから、先頭に出ることはないんですよ。この回のですね、大矛盾はなんでかっていうと、アムロに対しては、やるべきことをやればいいんだ。君はパイロットなんだから、戦った。それで十分じゃないかっていううに言ってるんですよね。で、そのウッディー隊が、ホワイトベースが修理してる。その修理を放り出して、 なんで戦闘に行ってしまったのかなんで前線に出てしまったのかなんで結果的に死ぬことになってしまったのかっていうですね。全体のセリフではですね、わかんないですね。セリフではホワイトベースを愛してるからだった。あの人はホワイトベースを愛してたんです。僕らが思ってた以上に思い入れがあったんです。そうよね、わかるわ。男の人ってそういう考えするものよねっていう。このセリフ上では全部説明されてるんですけども、全くそれではですね、理解できないので、ガンダムを見てるファンの人の間ではウィティタイの ポジションっていうのは高くないんですよ割と低いんですねマチルダさんの婚約者でいい人でホワイトベースが好きだったから無茶して死んじゃったり考えちゃうんですけども 実はこれあの本当に最終回目でずっと続くアムロの成長の伏線の一つになってるんですね。ガンダムってそのセリフではなくて映像で考えるとその伏線がちゃんと繋がってるんですけども、セリフでつまんでいくとですね、割とわかりにくい作品になってるんですね。まああのもちろん油断してたのはジャブロの軍人全員なんですけども、まさかジオンが侵入するとは思ってなかったんですね。ジャブロの防御は完璧だというふうに思い込んでる。なのでウッディータイはですね、 アムロに前半で説教したことの逆をやると、自分に腹が立ってしまって、無邪な前進をしてしまうわけですね。ここからですね、アムロのガンダムとシャアのズゴックの一騎打ちになりますけどもですね、その戦闘に邪魔が入ったのでですね、えー、ホバークラフトがですね、叩き潰されます。えい、ー、邪魔をするなって言ってですね、えー、ホバークラフトのコクピットを叩き潰しますですね。あの、マチルダーさんと全く同じ死に方をするわけです。やっぱこのシーンをね、アップで見せてる理由っていうのは、 ガンダムを助けようとして、戦闘に補給部隊なのに介入してきたマチルダさん。ドムにコックピットを叩き潰された。補給部隊なのにガンダムを助けるために入ってきて、シャアにコックピットを叩き潰された。全く同じ死に方になります。しかし、このウッディ隊の頑張りというのは全く無駄ではなかったんですね。この死ぬ直前にですね、このミサイルポッドから放っていたミサイルの一発が、 ちゃんとですね、ズゴックの目に命中してるんですね。これでですね、シャアはメインモニターが見えなくなってしまってですね、戦闘不能になったんですよね。えー、メインカメラをやめられたかっていうふうにですね、言って逃げることになるんですよ。ウッティ隊のですね、攻撃っていうのは無駄ではないんですよ。無駄人ではないんですね。よく誤解されるんですけど、この時に出ていかなければよかったと言ってるんですけども、アムロとシャアの戦闘って、まだギリギリ互角なんですよ。 まだギリギリ互角なのでですね、この時にウッディータイがズゴックの目をつぶしていなければどうなってたのかわからないという書かれ方なんですね。で、この後、この事件を多分きっかけにしてアムロって驚異的に強くなっていくので、ジャブローに知るをなんでわざわざ1話 使ったのかですね。全43話の中の1話、丸々使ってるのかっていうと、ウッディ対の言葉や行動のおかげでアムロは脱皮したんだっていうのは、はっきり書いてるからなんですけど、ちょっとそこら辺、セリフにはないので分からないですね。